えー、ダーウィンというのはですね、まあ、19世紀の、まあ、後半の人ですからね、えーまあ、そういう意味ではあガリレオとかニュートン、まあ、そういった人たちが活動してですね、えー、近代科学の基礎を作ってからもうそうですね、まあ、2300年経った後の人なのもんですからその頃にはもう科学というものの基礎的な構造っていうのがもう仕上がってたんですね。 科学の基礎的な構造っていうのはどういうのかっていうとですね、まあ、それまではやっぱり思想が先行してたわけですねイエス・キリストがこう言われただからこうであるとかですね聖書にこう書いてあるだからこうである、まあ、これは日本でもまあ同じようなものなわけですねところが近代科学っていうのはまあどういうことをやったかっいうとまず事実を見るということなんですねまず事実を見るそれを整理するそれから物事をこう考えていくだから ガリオがただ目で自分の目で大空を見ても、まあ、思想になっちゃうんですけども望遠鏡で細かく見ると実は惑星の動きが奇妙であるということに気がつくわけですね、まあ、現在でもこの科学というものについて、まあ、日本社会は必ずしもきちっと理解してないんですね対象物だと思ってるんです例えば私は物理だとそれからまあ生物だとかですねそれから法律だとか 社会現象だとかいうふうにですね対象物で見る見方っていうのはですねちょっともう古い古いっていうかもう随分前なんですね科学というものは対象物が天体であれ滑車であれですね電気であれ人間の行いであれ心理状態であれなんであれですねまずは事実からスタートし精神論を後退させるっていうのが近代科学なんですね。それで これがいいかどうかっていうのは別で、善悪とかそういう問題じゃなくて、非常に大きな実績を上げたっていうことなんですね。まあ現在の私のこの日本社会における科学じゃないものを、例えば <laughs> 禁煙運動とかですね、もっとひどいのは副流煙を排斥するとか、こういうのは全部科学じゃないんですね。魔女狩りみたいなもんで、最初にこう思想があるっていうやつですね。喫煙率がどんどん下がってきても、ガンガンどんどん増えていると。 それでも思想ですからね。そういう事実とは関係なくタバコが嫌だと。まあ、こういうことになるわけですね。で、私がここで、まあ、科学の話と言ってやってるのが、実はその、事実からスタートするものなんです。で、まあ、19世紀の終わりになって、ダーウィンがですね、その世界中を見て回ったわけです。ビグルゴでしたかね。そして、ガラパゴス島なんかの進化も観測して、その結果、 どうも今まで神様が人間を作ったというふうに言われてきたけどもどうも猿から人間が進化したんだとそういう学説を発表しますね。The Origin of the Species とで私も若い頃原著を読んで非常に感激したものでありますが主、えー、の起源というものをまあ書いたわけですねただ猛烈な反撃があったわけですよつまり 神様自分は神様に作られたと思ってたら猿だったということでですねそれでもうダーウィンはなんつってるかったらここがダーウィンの嘆きというのをここにつけたんですけれどもえ人は自分の信じたいことを信じるんだとだけども真実を見るには勇気がいるんだと、まあ、こういうことをダーウィンが言ってますねつまりえ自分あの人間は自分が猿から進化したんだということを認めることは辛いことだだけどもそれ それをを認認めめるるここととが事実を認めることだそれには勇気がいるんだと、まあ、そういうことなんですねまあ地球温暖化にしてもリサイクルにしても伏流園にしてもですねまあなんでそんなに事実から目を背けるのって僕なんか感じなんですがまあそれが人間というもんなわけですところがダーウィンはですね非常におとなしくて学者らしい学者でしたから世の中の反撃にはもう 全然耐えられない。むしろ全然反撃できなかったわけです。しかしそこにですね、トマス・ヘンリー・ハクスリーっていうですね、えー、人が出てくるんですよ。この人はですね、後に、えー、ダーウィンの番犬と言われるようになります。とにかく、まあ、ダーウィンをバッシングする大会が次々と行われるわけですよ。キリスト教の社会ですからね。なんだと言ったい俺たちが、 神,神からじゃなくて猿から作られたったらもうダーウィンを殺せとかなんかやるわけですよ今でも似たようなのありますけどねそこに完全と立ち向かったのがハクス,ハクスリーなんですよそれでもうものすごく彼もなかなかの地位の人だったんですけど頑張るんですねで僕がここで強調したいのはですね実はハクスリーっていうのはダーウィンの学説には同意してないんですよ実は 同意してないのにダーウィンの番犬になってもうダーウィンがで途中でですね「もうハク,ハクシュリーさんもういいですよもうそのぐらいにしてください」って言ったのかかわらず「君が何と言おうと私は君を守る」とこう言ってるんですよね。だからなかなか面白いんですね。これと似たようなこれ私ね今日それを言おうとしてたらちょっと思い出したことがありましてね音楽の社会に現代音楽の社会にシェーンベルグっていうのがいるんですね。 大体いい我々はベートーベンとかモーツァルトとか8音階ですね、オクターブ8音階で半音を使うっていうそういうまあ音楽を聴いて聞いたわけでずっと聴いてたわけですね。ところが突如ですね、シェンベルグってのが出てきてですね、12音階。まあ、つまりそのもうまあ僕に言わせるのはむち無茶苦茶な音階なんですよ。僕に言わせるのはむち無茶苦茶な音階ですったらこれを聴いてる音楽の人はみんななんだっ武田はバカだなってってそうでもなくてですね。 やっぱり聴いてて楽しくないんですよ。で、このシェーンベルグが出てきて、まあ、極めて優れた才能の音楽家だったわけですね。それを保護したのが、擁護したのがマーラーっていう、これは有名ですね、マーラー。マーラーの公共曲なんか非常に有名ですね。マーラーは当時受け入れられてたんですよ。だから非常に名声も博してたわけです。そのマーラーがですね、シェーンベルグの音楽を聴いて、愕然としたわけですね。で 学然とした後、彼はなかなか面白いんですよ。全然俺には分からないと、ね。こんな音楽は俺には全然分からないと。だけど素晴らしいと。だから俺はマーラーを擁護するんだ。あ、違う違う。シェーンベルグを擁護するんだとマーラーが言うんですよね。それからずっとシェーンベルグを保護するわけです。例えば、あシェーンベルグの音楽会に行くわけですよ。そしたらシェーンベルグの新しい曲が発表される。もう無茶苦茶と。 もう観客がブーブーブー言ってるとこれでもう終わったらブワーって言ってるもうみんなもうなんだこの曲はっつって会場で音楽会の会場で騒ぐんですよ。その中で一人マーラーだけはですね拍手をして全員の観客が帰るまで彼は拍手をし続けるんですね。ところがこのマーラーはですね実はシェーンベルグの音楽は全然嫌いっていうか分かんないっつってるわけですよ。私ははシェーンベルグの音楽は全然わかんない 二人が後に親しくなるんですけど親しくなっては喧嘩したりしてるんですね。つまりですね、このハクスリーとかマーラーなんかに共通するのはですね、相手の言ってることが分かるか分からないかということじゃなくて、その科学のやり方とか、それから音楽のに対する才能とか、そういうものがあればですね、それぞれ違うんですよ、意見は。考え方は違うんですよ。 考え方が違ったって、それは全然関係ないんですね。私もですね、実はそういう系統の人間なんですよ。ですから、彼はいいって僕は言うんですよ。そしたらね、武田先生って言ってること全然違うじゃないかっていうか、いや、そうなんですって。だけど、何がいいんですかいや、彼はいいんだ。そのアプローチの仕方とか、活動のやり方とか、それから、まあ、金銭とか、そういう名声に関わらず、自分の信念を貫いていくとか、 そういうことがやっぱり見るべきものであってですね結論は自分の考えが正しいかどうかなんてことは永久的に分かんないんですよダーウィンとあんまり比較するといけないんですけどダーウィンもですねそれからシェーンベルグもまあ私もですねまああのちょっと非常に申し訳ないんですけど私もですね同じく一生懸命科学とか音楽とかそういうもので活動している人間なんですねそれに対して周りにいる人 私を応援してくれる人も半分はですね、私の考えと違うんです。だけど私を応援してくれますね。それは私の取り組み方を評価してるんだって、最終の結論を評価してるんじゃないんです。なんでかって言ったら、最終の結論というのはですね、何が正しいかっていうのは分からないんですよ。実は私はこういうことでこうやったらこういうふうに思ってるってことはそうですよ。それは信念ありますが、だからといって、 私の考えが正しいかって言われるとですね、いやいやそうは言えないんだと。彼も立派だと。だから、私は自分と考えの違う人を応援するわけですね。これはトマス・ハクスレも、それからあのマーラーも同じなんですね。ですから、はたから見ると、なんでマーラーさん、あなたはシェーンベルグの音楽くだらないと言っていいじゃないかと。なんでくだらないと言ってる人を応援するんですかいやいや彼は素晴らしいんだと。これがですね、まあ、音楽に対するデディケーション。 サイエンンスに対すするデ,ディケーション献身度合いですねそれを我々は評価するんであって、まあ、それが名誉とか金とかにつながってたらどんなに立派な業績でもまあ私もハクスレもマーラーも評価しないんではないかと思います。